千の奇跡2で集める賭博口ジャック2を朗読します。私も読むのは初めてです。読みながら私の感想やリアクションはしません。淡々と読んでいきます。えー、私よく噛んでしまうのと、朗読が少し苦手なんですけど、頑張るのでよかったら聞いていってください。第1回、ジャックと春。カルバート共和国。この国には、東方からやってきた移民たちが、 故郷を思い、故郷に似せて築き上げた町がある。俗に、東光人街と呼ばれるこの町は、いつも人々の活気と熱気で満ち溢れている。活気があるのは、町の裏側も同様だ。だが、半年前、その情勢が大きく揺れ動いた。およそ10年にわたって繰り広げられてきた、古参と新参の勢力争い。 ある思惑により、両者の未来をかけた正規のギャンブル対決が行われ、結果、新山が失脚する事態へと繋がった。そんなギャンブル対決で相対した二人、それがジャックとハルである。その無類の強さから、勝利という異名で呼ばれるようになったギャンブラージャック。ジャックの師匠で、 かつて最強と謳われた今は亡きギャンブラーのキングの娘、ハル。真実と誤解、そして陰謀の狭間でうごめいた二人の因縁と運命の物語は劇的な展開を見せ、最終的には、ハルはジャックによって闇の世界から救われるのだった。そして今ハルは東方人外の北の外れにある、 バマツのボロ酒場でウェイトレスとして働いている。それはこの酒場を根城にするジャックにとって不本意なことだったが、春の意志の強さに諦めざるを得ないのだった。そんなこんなで二人が共に多くの時間を過ごすようになってから数ヶ月。夏も盛りを迎えたある日、春はジャックをとある場所へと連れ出した。うだるような炎天下。 東方人外に隣接した新市街にある目的地へと向かう二人。普段昼間から酒場にこもっているジャックにとって外出、それも徒歩でというのは拷問に等しい。動力者でもあればな。思わずジャックが呟いた。ジャック、車を運転できるの意外な顔で返す春。ちょいと昔かじったことがあってな。っていうかあれだ。 俺ほどの男ともなるとできないことの方が少な、はいはい分かったから。ジャックの軽口を春が適当に受け流しつつ、ようやく目的地に到着する二人。出迎えたのは入り口の頭に巨大な看板を掲げた最新鋭の施設。共和国でもまだ数軒しか存在しない映画館だ。第二回、愛のソレイユ。 動力カメラで撮影し、編集した映像を巨大なスクリーンに投影して音声とともに鑑賞する映画。それはカルバート共和国が他国に先駆けた文化で、ここ数年のうちに庶民でも楽しめる娯楽として徐々に広がりを見せている。普段は春の誘いに反応の鈍いジャックも映画と聞いて興味を惹かれ、心よく足が動いた。で、 二つあるがどっちを見るんだ俺的にはこっちのダークガンマンが。それじゃあジャック、アイソレイユのチケットを2枚よろしく。満面の笑みで返す春、ジャックに選択権はなかった。キングのことだけが理由ではない。愛情的な問題なのか、ジャックはなぜか、春には点で頭が上がらない。アイソレイユ、巷で流行っている小説を映画化したもので、 ラブロマンスとかいうジャンルらしい。微妙に気は進まないが観念して建物の中に入るジャック。そこは動力エアコン。烈風で室内の温度を下げる。近年発明された動力製品が効いた快適な空間だった。ねえねえ、すごいわねジャック。目に映るもの、映らないものも何から何まで新しい映画館。春のテンションはすでに最高潮だ。 春にせがまれ、施設内の販売所でドリンクとポップコーンを購入するジャック。走行している間に上映時間となり、二人はチケットに書かれた番号の席に着く。スクリーンに映し出される美男美女。二人の熱烈で劇的な恋愛模様が時に激しく、時に切ない展開で描かれていく。そしてクライマックス。幾多の障害を乗り越え、結ばれる二人。 最高に盛り上がるキッシーンが大画面に映し出される。あまりにも情熱的なそのシーンに画面を直視できない春。フトジャックのことが気になり視線をやると目に飛び込んできたのは気持ちよさそうに眠りこけるジャックの姿だった。第3回、ニケとレナード。映画を見終わった後、ジャックと春は近くの喫茶店に来ていた。 とはいえ、くつろいでいる様子は全くない。春は怒り浸透で、ジャックに怒らせたパフェを猛烈な勢いで口へと運ぶ。これで三倍目だ。ありえない。初めての映画で居眠りするなんて。お、おい、春、もうそのあたりにしておいた方が。何文句でもあるの春が鋭い目つきでジャックを睨む。こうなるとジャックはもうお手上げだ。できることは、 嵐を過ぎ去るのを待つのみ。だがそういう態度が、春にするとますます気に食わない。相変わらず鈍いわね、ジャック。いつの間にか近くにいた女性が突然二人に声をかける。誰急に。って、え春は驚きのあまり言葉を失った。胸元の大きく開いた真っ赤なドレスに覆われたグラマラスなボディ。 クールながらもどこか愛らしさのある整った顔立ち。それを包み込む緩やかなウェーブのかかったツヤのあるプラチナブロンド。年の頃は20代後半、若々しくも大人らしい女性。今の春には、いや将来でさえ届きそうにない魔性とも言うべき色気と魅力に満ち溢れている。そして春が驚くのも無理はない。彼女は今、 二人が見た映画、愛のソレイユでヒロインを演じていた女優だった。私はニケ。肩書きはそうね。映画女優ってところかしら。はじめまして、ハルちゃん。そして、久しぶり、ジャック。ニケ。ジャックはなんとなく罰が悪そうだ。ジャック、この人と知り合いなのああ、昔のな。節目がちに答えるジャック。ふふ、釣れないわね。なるほど。 彼女がキングの娘か。ニケに続いて、身なりのいいスーツ姿の男がやってくる。はじめまして、ハルん。私はレナード。ジャック、お前とは7年ぶりか。レナードさん、お久しぶりです。ジャックがさん付けするこの男、レナードは、ジャックより5つほど年上の30代後半。かつて共にキングに指示したギャンブラーとしての兄弟子のような存在だ。 だが今は打って変わって政治家という立場にあり、新進気鋭の若手議員として日々ニュース紙を賑わす。様々な顔を持った切れ者である。ここまで軽く挨拶を交わしただけだったが、ニケとレナードの存在感は圧倒的だった。何人かの人間が二人に気づき、辺りが徐々に騒がしくなる。ふう <laughs> だからこの仕事は嫌なのよ。ふ <laughs> ふだからこそいい間違いだろう。 とりあえず場所を変えるか。いいな、ジャック。ええ、構いません。レナードの相手に有無を言わせない語り口に、ジャックは乾いた笑いを浮かべつつ答えた。第4回、レース。レナードと二軒に従うままにやってきたのは、動力者の草レース場だった。ただし、休業日なのか、車は一台も走っていない。すごい、これが動力者の、 草レース場とはいえ、劣気とした動力者のレース場。幼い頃に父に連れてきてもらった記憶はおぼろげにあるが、訪れたのはそれ以来だ。映画に続いて興奮を隠せない。ふ、はるちゃんってば、本当に可愛いわ。ああ、かつてのキングの親ばカぶりも納得だ。二家の言葉にうなずくレナード。そうだ、はるくん。せっかくだし実際にレースを見たくはないかい見れるの ああ、そこにある男が首を縦に振ればね。おそらく最初から用意したであろう筋書きと露骨な誘導。ジャックは彼のこういう計算高いところが昔から苦手だった。だが、キングと同様、時にはそれ以上にレナードからはいろいろなことを教わった。恩があることは確かである。動力者の運転技術もその一つ。様々な遊びやスポーツに精通した兄弟子だった。 そして、レナードが続ける。キングが亡くなった後、ずっと腐っていたお前が、ハル君との大勝負に勝ち、息を吹き返したと噂で聞いて、俺は本当に嬉しかった。なあ、ジャック。今日はどうか、あの時のお前を、ビクトリージャックを見せてほしい。まあ、そういうことなら、ブランクもあるので、相手が止まるかどうかはわかりませんが。ふふ、決まりだな。 こうしてジャックはレナードと動力車レースを行うことになった。まずはマシンを選ぶ二人。何でも、この草レース場はレナードの馴染みらしく、今日は貸し切りで、マシンもどれでも好きに使えるらしい。それじゃあ俺は、このベルヌ社の旧型で。ふふ、フフならば、俺もオランチ性能のものを選ぼう。これで条件はイーブンだ。二人のレースが始まる。 スタートの合図を切るのはノリノリの春だ。レディー、スリー、ーースタートダッシュで規制を制したのはレナード。ジャックはそれを追う形となる。今はどうかわからないが、7年前の時点で、ジャックとレナードのドライビングテクニックはほぼ互角。さらに、マシン性能が同格である以上、直線で挽回するチャンスはほとんどないと言っていい。そうなると、 三つあるコーナー。ここでいかに食い下がれるかが勝負の分かれ目だ。第一コーナー。ギリギリのところまでアクセルを踏み、勝負を仕掛けるジャック。だが、レナードも同等以上のテクニックを見せ、難なくかわす。第二コーナー。さっきとは微妙に異なるカーブの形状に合わせ、限界近くまでスピードを保って勝負を仕掛けるジャック。だが前にいるレナードの 絶妙なブロックに遭い追い抜くことは叶なわない。第3コーナー。最後の難関と言うべきヘアピンカーブが待っていた。ここまでの構成にレナードが油断したのかわからない。とにかく起こった。レナードのわずかな操作のロス。ジャックはそれを見逃さず、ついに逆転に成功する。そして最後の直線。ジャックの視界にレースフラッグを振る2件の輪郭が浮かび上がる。 すると、ジャックを思わずペダルを緩めてしまう。結果、勝負はレナードの勝利で終わった。第5回、日常。動力者レースの結果は、レナードの勝利で終わった。すごかったわ、ジャック、けど残念だったわね。駆けつける春に苦笑で返すジャック。続いてやってくるレナードとニケ。ニケは目をつむり、レナードが怒りの視線をジャックに向ける。 お前、また手を抜いたな。そんなつもりは。答えに窮するジャック。決してわざとではなかったが、自覚はあった。怖くて聞いてはいないが、今はレナードの恋人であろうニケ。彼女の前で先輩であるレナードに恥をかかせるわけにはいかない。ゴール前でニケの姿を捉えたとき、ジャックは確かに一瞬、そんな風に考えたのだった。そして、これは昔からだが、 ジャックはレナードに目をつけられることを嫌った。キングが特別目をかける才能の抜きに出た弟弟,弟子。レナードがジャックを見るとき、その目には確かに希望や恨みの光が宿っていた。そのためジャックはいつしかレナードに対するとき、自分を抑えるようになった。だが、レナードにはそれが我慢ならない。いい気になるなよジャック。そんな言葉を飲み込み、ギリっと奥歯を噛みしめた。 レースから3日が経った。ジャックとハルは今日もいつもの酒場にいる。ちょうど昼時、ハルはホールの仕事に一生懸命だ。一方ジャックは基本的にこの時間奥の室で寝ている。動力者の運転もそうだが、こう見えて多方面に才能があり、裏社会を生き抜いてきたものとしてある程度腕っぷしを備えているジャック。昔からお世話になっているマスターの行為もあり、 酒場のお抱えギャンブラーなんて立場を気取っている。どこまで慕われているかはわからないが、ジャックには酒場に集うゴロツキどももまとめ上げるカリスマも備わっていた。だが、酒場で春が働くようになってから様子が変わった。なんだかんだで誰もが一目置いていたジャック。もちろん根っこにあるものは変わらないが、そんなジャックを春は巧みにコントロールし、ゴロツキどもも そんな春を支持する。つまり、今この酒場を支配しているのは実質春などだ。ジャック、マスターがストックの材料がなくなったって、買ってきて。ファなんで俺がそんなことまだ半分夢の中のジャックが目をくすりながら言う。いいいい、ジャック。働かざる者食うべからず。これが世間の常識よ。裏も表も関係ない。なんでじゃなくてそれが当然なの。 分かったらすぐ行ってきて。く、今に見てやがれ。そう言いつつも、15以上年の離れた娘に従ってしまうジャック。だが、口で言うほど悪い気はしていない。とはいえ、それをゴロつきどもに指摘されるのは我慢ならない。二人のやりとりを見て、にやついたやからに、おいこらと突っかかる。ジャックはいはい、分かったよ。ジャックは諦めて買い出しへと出かけた。 店の扉は相変わらず立て付けが悪く、いつものように悲鳴のような音を立てる。少しして、再び扉が悲鳴を上げる。人の出入りがわかるという点では便利なのだろうか。ジャックと入れ替わるようにして新しい客がやってきた。それは、この酒場につかわしくない美貌の持ち主、女優のニケだった。第6回、女同士。いらっしゃいませ。って、ニケさん ふふ、本当にこのボロ酒場で働いてるのね。お邪魔するわよ。ニキが慣れたようにカウンターの席へ足を運ぶ。ゴロつきどもはニキが放つ色気に生つばを飲みつつ、彼女の一挙一動を黙って見守った。久しぶりね、マスター。ところで、ここの人たち少し落ち着いたかしら。はは、そうかいだとしたら、ハルちゃんのおかげだね。穏やかな笑顔で答えるマスター。えっと、マスターも知り合いなんだ。 これは、もしかして、なんだけど、ニケさんって、ジャックの、ええ、昔の恋人よ。ニケの直球に言葉を詰まらせるハル。そうだろうな、とは思っていたが、すぐに認めるとは思わなかったので、不意をつかれた形だった。ふふ、驚くハルちゃんも可愛いわ。ねえ、その気があるなら私と同じ女優を目指してみないハルちゃんならきっとスターになれるわよ。 あはは、でも私、そんな柄じゃないし。春はどうにも二軒の星しに弱かった。なかなか自分のペースに持っていくことができない。ジャックとのことで聞きたいことがいくつもあったのだが。そして二軒は、そんな春の気持ちをも感破する。ふふ、いいわよ。春ちゃんの気になってること、何でも教えてあげる。でも、ただではダメ。ギャンブルしましょう。ただし、私が勝ったら、逆にこちらの質問に答えてもらうわよ。 春には2件の言葉の真意をつかめなかったが、ギャンブル勝負と聞いて知り解けない坂は、父親や譲りだ。春は快く引き受けた。種目は春の得意なものでいいということで、カードゲーム、それもブラックジャックに決まった。若干15歳にして天才ギャンブラーの資質を見事に開花させた春。春を天才たしらめるのは、これまでに積み重ねた血の滲むような努力もそうだが、 その真髄はジャックにはなく、シングリンすらなかった類い真似なる記憶力にあり、それは彼女ならではの武器だった。場に出たカードから残りのカードを予測する、カードカウンティングという技術、これを活かせるブラックジャックは春にとって非常に相性のいいゲームだ。そして、開始する勝負、春は2家のカードの持ち方を見て慣れていないと思った。だが、 いくつかの勝負を重ねた結果、最終的なチップの数で負けたのは春。まさか、すり替えができたなんて。ふふ、証拠がなければイカまとは言わないわよ。春は決して油断はしていなかった。だが、相手の力量を見余った。年の子というのもあるだろう。ニケはわざと、できないふりをし、春の警戒を解くことに成功したのだった。ふふ、だって私、女優だもの。 そう言ってニケは不敵に笑った。第7回、影。それじゃあ、ハルちゃん。私の質問に答えてくれるわね。うん、約束だから。ハルが潔く首を縦に振る。ふふ、いい子ね。こんなことを聞くのは、無神経かもしれないけど、7年前、キングから何か受け取ったものはある ?7 年前の父の記憶。 直後に起きたことを思うと、春の心にはいつでも悲しみが蘇る。だがそれはジャックと過ごす日々の中で少しずつ和らいでいる。ニケの質問に従って記憶をたどる春。思えば、いつもかけている綺麗な宝石のハマった東宝風の首飾りがそれだ。この首飾り、これがそう。7年前、パパが私のお見舞いに来てくれた時にかけてくれたの。 そう、それだけ聞ければ十分よ。春の昔語りを神妙な面持ちで聞くニケ。さてと、そろそろデートの時間だし、今日はこの辺で失礼させてもらおうかしら。そう言ってニケは、マスターにチップを渡し、殺走と酒場を出て行くのだった。なお、周りにいたゴロツキは、そんな一連のやりとりを、ただ静かに見届けることしかできなかった。それにしても、ジャックったら遅いわね。 買い出しに出て、もう、小一時間は過ぎている。どうせ寄り道でもしているのだろう。それも、いつものこととため息をつき、仕事を再開する春。溜まっていたゴミを出すために、裏口の扉を開ける。そのまま外に出た瞬間、突然、影に覆われた。よう、ジャック様のお帰りだぜ。勢いよく、店の扉を開けるジャック。その音はもはや悲鳴というより絶叫だ。 案の女寄り道をしてきたらしく、必要以上の買い物袋を抱えている。ありゃ、春はどこへ行ったんだそういえば、と、マスター。ゴミ出しに出てからしばらく戻ってこない。ジャックに嫌な予感がよぎる。急いで裏口に出ると、そこには散乱したゴミ袋と、目立つ位置に一枚のカードが置かれていた。そして、表にこう書かれてある。春くんの身柄を預かった。 取り返したくば指定の場所へ来い。レナード。これは。ジャックはカードを握りつぶした。第8回。白と黒。レナードの指定した場所。そこは日々白熱したレース観戦が楽しめる、共和国でも最大規模の動力者レース場だった。ここでは一応賭博も認められており、それを目的に訪れる客も少なくない。 しかも、今日は年に数回しかない実力派のレースチームが集うビッグレースの日。その人出は凄まじい。それに合わせて、賭けの方も配当金の割合が高くなる。懐かしいな。ギャンブラーとしての顔を磨くため、そんな理由でレナードと共にキングによくここへ連れてこられたことを思い出す。もう10年以上も前のことだ。 三人の中で一番的中率が高かったのはレナードだ。彼は過去のレースのデータを徹底的に集めて分析し、最も確率が高いであろう結果に多くかけた。だがそれゆえに配当率は低くなる傾向になる。そんなの面白いかとよくキングになじられていた。キングは自らの言葉通り、その鋭い観察眼に基づく直感で、 あらゆるレースを次々に当てた。トータルで稼いだミラの数は文句なしで断筒だった。ジャックはいつも大勝負にこだわった。安定感こそないが、時にキング以上にさえ渡る直感で、ダブルオーチケット、配当率が100倍以上の勝利チケットを何度も当てた。レース上の入り口でそんなことを回想し、考えにふけているジャックの前に、 レナードの部下らしき黒服の男たちが現れる。ジャック様、どうぞこちらへ。やたらと丁寧な対応で、ある特別な部屋へと案内される。レースを至近距離から観戦できるガラス張りのビップルーム。そこに、レナードとニケ、そして軽く拘束されたハルがいた。ハル、思わず前のめりになって声を出すジャック、すると、 銃を装備した黒服に牽制される。ふう、まあそう焦るな。よく来たな、ジャック。今日は最高の舞台を整えてやったぞ。レナード。不敵に構えるネナードに、ジャックは怒りをあらわにする。ふ <laughs>、とうとうこの私を呼び捨てか。だが、それでいい。レナードは満足げだ。ジャックはニケにも視線を送る。ニケ、お前まで加担していたとはな。ええ。 あなたには悪いけど、そう言い、リケはレナードにそっと寄り添う。もう気づいているだろうが、私の目的は、ハルくんが持つキングのジョーカーだ。レナードがハルの首飾りの功績を掴んで持て遊ぶ。レナードの言う通り、ジャックはすでにその目的に気づいていた。7年前のキングとの大勝負、ジャックの勝利で決着がついたとき、 春に伝えて欲しいと頼まれたキングの遺言とも言うべきキーワード。それは、キングが隠し持つ切り札に施されたロックであり、ジャックはそれを託されたのだ。もっとも、当時のジャックにその意味はわからなかったが。キングの顔は広い。彼はあらゆる裏の人脈に通じており、それは時に表ともリンクする。なあ、ジャック。政治の世界は表と裏、白と黒と 言うと、どちらださあな、と流すジャックにレナードが続ける。答えは、真っ黒だ。キングは実に計算高い男だ。ハル君の首飾りに仕込まれたメモリークオーツ。これに刻まれた、キングのみが知る闇の交有録が持つ力は尋常ではない。俺はこれを手に入れ、政治家としてのさらなる高みへと行く。そしてそのためにはジャック、お前だけが、 知る、キーワードが必要なのだ。そこまで知っているとは。ニケ、すべてお前の入れ知恵だな。ええー、そうよ。だって彼にはもっと羽ばたいてほしいから。何が羽ばたくだ。ジャックが探索する。人の弱みを握ってそれを種にゆすり、手に入れる地位に一体何の価値がある。キングが情報を残したのは、あくまで大切な人を守るため、ただそれだけだ。 ジャックの言葉が春の胸にすっき刺さる。だが、レナードとニケの二人には響かない。ふふ、あなたのそういうところは嫌いじゃなかったけど、それじゃあ力を持たない、ただの子供と同じなの。まあ、この男には何を言ってもわかるまいよ。だが、そんなお前を寒部なきまでに叩きのめんさなくては、俺も寝覚めが悪くてな。お前が知るキーワードと春君の解放、この二つをかけて勝負してもらうぞ。 身長で頭の切れるレナードのことだ。その態度が勝負に対する絶対の自信をうかがわせる。だが、ジャックも尻属器はさらさらなかった。そうして、ジャックとレナードは、本日、満を持して行われるビッグレースにて、ギャンブル対決を行うことになった。